Vivian Entertainment Production。 こんにちは、日本ボディスタイリストの大沢美希です。今回はですね、普段からいろいろこうリトリートとかいろんなところに足を運んだりする動画をシェアしてるんですけれども、今回ちょっと改めて自分がこう生まれ育った静岡の富士山のふもとを探索するというねことがここに3ヶ月ぐらいちょっと続いたので、この内容をシェアしたいなと思います。もともと日本ボディスタイリスト協会では時間と空間っていうところをねすごく大切にしていて、時間や空間をこう自分の体を通じて感力をこう育むような、経験ができる、リトリートやスクール内容を作ってます。ですので授業の中でも時空間を読み解くものだったりとか、体の経絡とかこの道、気の道っていうものもお勉強したりするので、そういうところで言うと自分が生まれたこう季節だったりとか生まれた場所っていうのもすごくやっぱね影響を受ける、関係してくるってことがすごい分かってきたんですね。なので、改めて私も富士山探索しましたので、よかったら皆さん動画を見ていただければと思います。すごかったです、富士山。ぜひぜひ見てください。どうぞ。皆さんいかがでしたでしょうか。富士山のふもとを特に探索してきたんですけれども、富士山のこのふもとのあたりのもう樹海ですね、樹海とかはもうなかなかこう足を入れるのも全然行くことはないだろうと思ってたんですけれども、樹海に足を踏み入れて、洞窟の中に入ったりとか、またこの伊豆の方だったりとかね、この富士山のまたもう一つ小さなお山、大室山の方にね足を運んだりとか、あともうこの水蒸気がこうね爆発してできた水が溜まったクレーター湖に行ったりとか、なんかこう自分の地元ってこんなにいろんなところがあったんだとこう改めて発見することもたくさんあったのと、自分がここに生まれてきていろいろこう感じ取ってくるものっていうのもすごく一緒にね体験できたなと思って、ぜひぜひ皆さん自分の地元を探索するということをね改めてやってみるといいかもしれないです。おすすめです。あと大事なこともう一つですね、このビビアンの、登録数年内1000も目指してるんですけれども、まだもうちょっとね足りないので、皆さんぜひぜひビビアンのチャンネルの登録も
よろしくお願いします。それではまたいろんなところに行ったリトリートや、教会のことなど発信させていただければと思います。よろしくお願いします。